四番ハムスタータルトです。何言うてんやこいつ。<laughs> 外資<事>だ。<laughs> はい、ええー、五番スラリンです。ええー、皆さんよろしくお願いします、えー。ルールについて説明しますね。はい、えー、えー、まず紙なしの部屋になるので初日は卵白しか出ません。ええー、なので、えー、占い師を語る狼狂人の方気をつけて占い結果、えー、言ってください。はい、ええー、あとロケット を禁止とします、えー、ロケットは禁止。えー、1日目の役職 CEO は口頭のみ OK とします。あと、チャット、えー、雑談チャット、考察チャットは全面的に禁止。なんだ、なんかやってしまったプレイヤーがいたらルール違反ということで、問答無用で釣り対象とさせていただきます。うん、問答無用で釣り対象とさせていただきます。えー、声聞こえないよとか、えー、まあ、 そういった緊急時のチャットのみは OK とさせていただきます。うん、そこなんですが、新旧で,です、実は。あ、じゃあ、レイノやったわ。<laughs> 超人気だから。2週目に関しては、<laughs> ね、えとチャット COOK、OK、とさせていただきます。えー、1日目だけ、えー、口頭 CO だと思ってください。 はいえー、じゃあ質問他ないようなのでえー、じゃあスタートの合図を、えー、イケボで八番さんお願いしますそれではゲームスタートおやいおやいい行きましょう誰やキモって言うたやつああオカミだゲームスタートです身分を確認してください 夜が来ました。目を閉じてください。 俺二千服割と好きなんだよね。お願いします。はい、よろしくお願いしまーす。二千服弱いんだけど、俺結構好きなんよね。はい。 よし、下僕が見つかったね。昨夜は誰も死にませんでした。九 <laughs> 番ー、はい、ロケットの足なんで、特にこの番手で話すことはないんですけど。まあ、1周目に番面を確定させてくださいとだけお願いしておきます。例の旋風とか、2周目に出られても、2 <laughs> 二周目に出たほうをすると言っとくので。 1>, 1週目に番面確定させて2週目からの発言考察を伸ばさせてください1番のプレイヤーは発言してくださいはい私占い師で4番3に師匠が出ていますまあ直近の9番さんなんだけれどもまあ分かるかな私目線はまあ言うことは少ないけれどもまあ番面が揃わないと どうしようもないよ 2, 2番目なのか、2<白> 1> 1 3番目なのか、それとも23番目なのか、それとも私で覚醒させてくれるのかわからないので、番いい面が固まらないと考察はできないかなって感じです。まあ進行論としては、例のの精査や占いグレーの精査をしてほしいかなって思ってます。ーんはい。私の精査をきっちりしてください。私は死んだので、以上です。2>, 2番、のプレイヤーは発言してください。 でした。で、一週目なので、また、あれ、みんなの意見聞いてないから。言うことが何も分かんないので、二週目に。考察をしてしい、うん。なんか今日この声、キスに聞いてる俺。発言したい。じゃ、空飛ぶゲール。<え>空飛ぶゲール。二週目っていうか、次、次の週に。空飛ぶ。ゲール。ちゃんと考察とかを。いや、空飛ぶゲール。話したいと思います。三番。のプレイヤーは。 発言してください、はいはあー知ってんの声ねえと 2>,、うん、2番さんの印象はすこぶる悪いです。2周目に考察伸ばす。九1に攻めて触れてください。えー、2周目考察伸ばすんだったら、せめて1周目に9、1、えー、触れてください。そうしないと私の考察が伸びません。うん、ということは9番さんの、うん、まあそうですね、この番手の反省して。 ことはない、霊能は出て一週目でバー場面確定させてください。はい、遠いです。なんで、潜伏しないでください。うん、チャット打ってる,しなきゃる。一番さんは結構印象良かったですね。私の精査をしてほしいっていうのがすごい良かったです、ね。わかります。はい。なんか、占い師とかだったら、変に雑でとかしてくる方、を僕は狼だと。睨んでいくんで、よろしくお願いします。はい。以上。四番。 のプレイヤーは発言してください,ださい私が真の占い師です。で、3番さんがランダムで白、<laughs> 体調不良は緑で出ております。で、えー、と1番さんから私白だということですね、お把握ですが、1番さんはニ世です。です。まあ、狼でも、えー、っと、巨人,人でも、どこに白打っても、ここ狂人いる村だから、まああの、破綻はないからね、まあ、どこにも適当に打ったんだなっていう感じで。 うんまあ、私がもし強人だとしたら普通に片白もらってて潜伏します。うん、で私真です。狼でもないです。うーん,うーんそうですね。まあ3番さんは、えー、なん白出てるから、うんまあ、強人か村人かってとこだけど役確定させてほしいっていう意味で役出てないから今のところ村で置いてる。うん 9番さんはあんま色落ちなくて、二番さんちょっと発言があれだから色うーん。5番のプレイヤーは発言してください。はい、五、えー、番です。一、えー、番から白が4番に飛んで、4番が占い CO、なるほど。えー、このレギュレーションだと普通に。 4番の新芽の方が盤面的に見れば一番しっくりくるっていうような感じになります。うんえー、4番が強人であれば、えー、4番さん潜伏するって言ってたけど、普通,に普通は霊能で使用するよね、そこは。うんうん、ただ、まあ、4番さんが占い師で使用した、うん。まあ、ワンチャン新究極に慣れてる人で、えー、出ちゃったっていう可能性はあるけど、現状では、えー、4番、真の。 えー、方の目の方が高いのかなっていったような感じです。うんえー、で、9、2、3に触れます。えー、9番さん、えー、例の2週目出ないでください。えー、めちゃくちゃ同意見です。えー、マジで例の潜伏、全然意味ないと思ってるから、1日目の1週目に使用してほしいと思ってます。 そこは一緒。ただ、9番さんの色に関してはまあ見えなかったかなっていうような感じです。はい。えー、2番さん、2番さん、まあちょっと考察頑張ろうねっていうような感じかな。全く色見えなかったわ。うんまあ、3番さんに関しては1番さん、まあ、印象が良かった。う 俺はそこまで印象よくいいとは思わなかったけどねうん普通にオカミでも言えるし占い師でも言えるからまあ普通のこと言ってるかなって言ったような感じだったうんうん占い師の精査しっかりしてくださいって言ってたけど例のの精査もしっかりしないといけないからねだって2日目にあの占い師から黒出ちゃったら1例のを残すっていう盤面とか普通にあ,あるからそれは精査はきちんとしないといけない,ない、えー、現状4の方がんで見えてます <laughs>、えー、6 6番番さんどうぞ、うん6番 のプレイヤーは発言してください。はい、霊能者使用します。はい、そうですね。九番さんから始まって一番さん、三番さん、四番さん、いろいろ役が出ておりまして、まあ九番さんに至ってはえの二周目、まあ私出ましたんで安心してください。ってなことで。一、えー、番さんは強人は霊能出な,ない。私のシーを見てくださいって言ってて三、四番さんに白を出したんですけどその四番さんが 3番さんを狂人で見るって、なんかおかしい感じがします。4番さん目線、1番さんを狼で見てるんですかって思ったりしますけどね。で2番さんは、2周目、雪に聞いて話をしていただく。うん、5番さんは、今までいろんな、今からせいあの全員の発言を触れ,ていっていた触れていった感じなので、まあ、いいかなと思いますが、まあ、なるべく平等を買いたくない狼にも見えます。 どうしようまだ色はついてないですよ。どうしよう。例ー出れねえだろう。だって4に白出てるパターンやぜ。7番。のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、霊能者です。で、まぁ、あ、対抗の6番さんを何で見るかなんだけど、まあ、レグ的に考えたら6番さんっていうのは、えー、対抗出てきてる以上ね強人っていうふうに見るのが妥当ではあるんですが、えー、4番さん、えー、1番さんの占い師に入ってる4番さん、 1番さんが白だし4番さんが出てるってんで4が強だった場合6のローもあるのかなって思ってるな、うん、6番さんっていうのは謎に4ばっか叩いてたしね正直ここってえとかなり1が狼だった場合っていうかまあ普通に対抗狂人と見るなら1が新面ないんじゃないの、うん、6番さんっていうのは4ばっか叩いてたよねっていうので4の2世が透けていて、うん、6番さんが 出している、えー、1、進4強で見ていて、例のに出てきたっていうふうに感じたかな、うん、ちょっと6億組目も若干あると思ってます。ま,あ、まだ分かんないですが、えー、2週目、1番3、4番3の考察を軸にしっかり聞いていきます。うん、で、グレーチに関してもね、精査、えー、したいんですが、正直、2、印象悪い、9、印象なし。で、5番3に関しては、例の新強の可能性があったんで、正直、 じゃ霊能じゃねえ、占い新居の可能性があったんで、霊能戦くもありかなとか思ってたんで、ちょっと5番さんが透かしたんで出ざるを得なくなったちょっと印象悪かったかなって感じです。まあ、2周目ね、伸ばします。はい。えー、レノローラしてくださいね。うん、次切ってね。って感じかな。以上。8番のプレイヤーは発言してください。 はい7番「釣り切ってね」って自分から言うんだとは思うけど6と7の発言を聞いたら圧倒的に7が「死ん」だと思った。で1 4に関して発言はどっちも、えー、別に偽っぽいとは思わないけど 圧倒的にまあ4がやっぱり強人っていうのは思えねえわなーっていうふうに思うよねなんで1番が偽で4が死んだろうなでで6七に関しても4七が死んだと思っているなのでグレーに関してなんだけど、えー、9番に関して、えー、まあ霊能が1周目から出ろっていう発言まあその通りだと思うけど5番がそれにやたら食いついたなっていうふうには思った当たり前のことを言っているからで2番に関してはまあ 全く色が見えないっていうところで三番に関して四が三に白を出しているんだけど三が一番なんかまあラっぽいような気もしましたてか四が三白なんで3白で今日はまあ普通に六番釣りでいいでしょうあ俺せいでって言っちゃった9番のプレイヤーは発言してくださいはいえっと3が狩りですかやべせいでって言っちゃったどうしようみんなせいでって言っちゃった四のせいでって思いっきり狼メッセージャー めちゃくちゃ釣り切ってほしいってが出るかなと思ったし、6への叩きが、6は4の偽が透けて叩いてるから、6回目があるって言うんだけど、それが意味がわからない。7の6叩きが。6がオカミだった時に、4の狂人は透けないと思うんですけど、1強、強四4、一1、新、えー、4、強どちらもあり得るから、6視点で占いの6がオカミだったとし、1、4の打ち分けは透けるってこと絶対ないから、つい7の叩きはおかしいと思って、 7の叩き起こしてるのってかな中で来たくと思ってしまうか,くくかせいでって言っちゃったなんで俺そんなこと言ったんやろ8とは若干視点が合わないかなと思ってますあそうです一番のプレイヤーは発言してくださいはいまず一番最初に気になったのは五番1つで言うと私目線四番さん明らかに強靭なんだけれども五番さん目線って私を狼において四番さんをの方が高いと言っていたのに三番さんを叩いたんだよね なんで5番さんは4番の芯が高いのに3番さんを叩いたのかわからない。3番さんってあって強人だよね、5番さん視点って。そこが意味が分からなかった。7番さんに関しては、私が王か見てみて4が芯で、そこに白が打ったから6番さんがと、えー、のて出てきたという考察をしていたけれども、私の店が確定し,しているのであ、ああのか 高いのであれば、6番さんがもし教授、もしくは狼だった場合って、占いに出る方が、わかるわかる。今、まずいから、7番さんのちゃうよね。しっくり来なかった。そこは9番さんと同意だから、9番さんが一番白く見ている。なので、8番が7番を真て持ち上げたのが意味がわからなかったな私は。7番さんの考察って違和感あったと思うんだけど。だから、グレーで言うと58が意味がわからないと思っている発言から、 うん、例のだと私7番から釣りたいなって9番さんと同意ですね2週目の発言を聞いて、えー、67どちらかに入れるか分からないけど今のところ7番さん、まあ、4番さんは強人ですねええー、まあ占い位置的には仕方ないけれども4番さん強人で67どちらかに狼なので <laughs> そこを把握してもらいたいなと思ってますはい以上ですやらかしたと言わざるを得ないアキトキュン 舟、ね、秋トキュンこの不利な状況の村でまさかの発言してくださいさええー、2番さーん戻ってこないですか2番さーんやばすぎえーっとこれやばいっすねえ <laughs> <laughs> ゼガヒでも圧倒トを通じて番さん目線だったら一 <laughs> が ね、うわの発言がいミュートしてもいい、怖えわからない。一番差目指と6なので、狼確定。どっちするべきか<ー>な、6と7。うん、例の1人だったら出なくてもいいかなと思ったんですけど、霊の2人で、紙一的に多分僕あるかなと思ったので、出てきました。えー、っと、そうだなーーえっとね、まず4番さんが真の場合、で、一番差が狼の場合、標準が霊の出るかな出るってこと、いね、霊の狼、霊のがわざわざロラされに来た。 例のオオカミがわざわざ霊能に出て、ロラされに来たと考えるそうだから、狂人出るのけには不明だよね。ただし、えー、4番さんがシン、1番さんがオオカミの場合でも、狂人が例えば、うんえー、出るっていうのもちょっと考えづらいよね。って思わない。だったら占い出るかなと思うんだけど。 だらどっちでもあるんだよね、正直。うん、4番さんが強人での出る線全然あるから。ただ2番さんの接続切れがマジで痛いんだよ。俺のせいでのあれは無視されている。負けるよありがて二2番のおかげで。どう,しようです君を打たなきゃいいけないん六オで狼いると思いますいると思うんだったら6な行きますけど、1番さんの芯が薄いんだったら、1番さん釣るべきだと思いますよ、僕は。今日、2番さんが接続切れなことから。 いや、2倍くべきでしょ、えー。1からールだね。いや、2倍っていいでしょう。4番のプレイヤーは、発言してください。さいもう1が言ってくれるのったら、もう1で、うん、1でって思う。私が死んだんで、もう1で、1でって思います。あ2番接続消えてるけど、67ローラーして、1番行って、起怒らなかったら、怒らなかった、ん あでも狂人やべーえーと、9にも疑われてるしなあー。グレーにオカミがいる場合もあるんか。んグレーにオカミがいる場合があるとしたら、2番3をせたら噛めないから。うん、あの髪が起こらなくて、みたいな今日3番噛まれるでしょ。2番オカミだってなるけど。で、うーんと。う <laughs> んとね。もう1位いってほしいんだけどな。 うん、まあまあまあ、で、67セッだけど、まあ、6番はね、私、叩いてきてたんだよね。で、強、うん、人だとしても、まあ、新芽がある方を叩かないといけないと思う、今日は。で、私は叩いてきたのかなとないっ思狼だとしたら、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 えだ、ー、狂強人かもと思うところまで、あえて叩く。 っていうか1番叩いてもおかしくなかったとは思うけど、もうされてきた。うー,んうーん。っていう意味では、6番は狂人の補正の方が高いのかなって思っちゃうかな。で、7番に関しては、7の6叩きは、の意味が、あの、分からんかった。なんだっけな。うーんと、なんかね、あ、そう、6をオと置いたら、4叩く。 メイトンたらっていう話でそこが私はわからんかった。うんだからどっちかわかんないんだけど、5番のプレイヤーは発言してください。<laughs> まず4番、僕、君、新占い師で見てるんだけど、あの今日6、7っていうのは全くないよ。今日、新霊の釣っちゃったら PP だからね。そ<う> 2>, 2番が明日以降も戻ってこなければ、あの2番の投票の縄がなくなるから PP なんだよ、今日、新霊の釣っちゃう。そうだよね。<う> だから村の進行としては、もう今日グレーの2番釣るしかもう方法はないわけ。そうだよ3番さんと4番さんそれマジで把握してくれ。今日67、じゃあロラですねって言って、67に縄使って心霊の釣っちゃった場合、二人牢1強人残るんだよ。で、紙が発生。で、明日3票3票でピーピーなんだよ。だから今日2しか釣れないの。うん言ってる意味わかるよね。 今日、だから2しからし釣れないの。1> <laughs> うん、で、えー、1はもう確実に偽物だと思ってる、えー、聞き間違いだったらごめんだけど1番さん、俺を叩いた後に5番さん目線3が強人になるって言ってたよねどう強人になるの俺目線意味が分からんよね で、えー、4番さんが強人の場合、6七にオオカミが出る可能性、これ、マジで本当に少ないと思ってる。うん、だから、えー、4神、1オオカミ、で、えー、6七どっちか縄使わしに来た強人って見るのが普通。うん、そうしか見えないけどね、俺は。 で、えー、1番3の相方位置なんだけど、<laughs> えー、この盤面、えー、4が真に見られている盤面でわざわざラインはつなぎに来ない。だから1番3が一番白いって言った9番3はマジで白いと思う。で、1番3が叩いたのは5と8。お当一番殴ったんだけどね。<laughs> で、えー、8を殴った意味もわからなかった。多分これ18なんじゃね ?6 番のプレイヤーは発言してください。 そうです私は1、4の真、今日の精査はまだついてないですけど、1番目線だったら4は狂日真だとしかないですもんね。うん、で、4番さん、まあ、相方はそうなると私は狼としか思えてないので、4番さん目線1がわからないってことか、狼しかわからないので、5番さんが言ってた2釣りっていうのがいまいち理解ができてない、PP ピピになっちゃうのかな。 でも、2番さん残ってたら2番さんを釣るしかないかもしれないし、霊能ローラーでいいんじゃないのって私は思うんですけどね。まあ、7番さんは狂人だと思いたいけど。えー、ということは1が狼オ ?1 が死にたいって書いてるけど、ね、これで、で,でー、どうなんだ ?2 番釣りなの えー、六にせに見えねえ。番のプレイヤーは発言してき5番さん、どうしたん ?2 周目、むちゃくちゃ白いじゃないですか、5番さん。やばいね。うん、9番さんはね。 1>, えっと1がえっと狼だった場合、隠しろぐらいで置いていいとか、5、う、番、ん、んさんが言った通りり、ね、狼ってえって結局相方白いって言えないからね。ってなると、5、8、2なんだけど、5番さん、この精査ね、すっごい白かったんで、2、8狼でえ大体、うん。 終わると思ってますよ。一内方としては、で一番さんっていうのは結構視点破綻をして,て、<laughs> え僕を突き落したんだけど、僕っていうのは一週目の発言ね、一番さんの城先の四番さんから出たっていうのは四番さんが強人出てる可能性がある。でそうなると六番さんがローになる。しかも六番さんっていうのはえっ、ー、とそうなると一、えー、が真四が強に見えるっていうのはわかるよねみんなし強人がショッパーから占い師なんてしないんで。 超人気においてね、まあ、レアケースを追うんだったら追ってもいいけど。うん、ってなると、6番さんが狼だった場合は、えー、4が今日だから、えー、4を叩いて、えー、1, 1がね新名を上げて、1間で明日4きに持っていくっていうのが狼ムーブだからね。今日僕連れたとしたら。っていうところから、えー、6番さんが4を叩いてたのがワンチャン6の狼目もあるかなっていう話をしてたんだよ。うん、でしかも6番さん、今日に限ったら例のーロラしてほしいでしょ。これ、強人ですね、6番さん。 で、えー、占い精査すると、盤面的に、うん、1の、えー、2戦目が圧倒的にた高い。えー、ただ、4番さん、今日、霊能ローラーしたいって言ったのは謎だったかなうん、ここシーったら PP で終わるからね。うーん、<coughs> って感じかな。今日、えー、2に行きますよ。うん、まあ正直、6つってほしいけどね。うん、6つってら PP はないんであれなんだけど。うん、まあ、えっ、ー、と、狼連れる可能性もあるんで、2に行きますよ。そのほうが僕も楽しいしね。巨人と一緒に死ぬよりは。うん、以上です。8番のプレイヤーは 発言してくださいはい結論から言うと絶対2に投票はします、えー、まず、えー、5番がそれを正したというとこ34はまじ考え直す俺も5は結構白いと思ったただ5番が8を疑うって言っていたりだけども普通に2もあるんじゃねって思っていたそこだけおかしいなとは思ったただ俺は5はその提案は白いと思っているでやっぱり4が死んだとは思っているけど4は一応言ってるんだよ1番言ってもらえるなら言ってもらっていい別にそれでもいいと思う、えー、まず7番が6番に行きたい と言ったのと同じように4番目線1に行ってもいいからだやっぱり4の方が新芽が高いと思っているなので普通に今日僕は2番行ってもらいたい2番と1番がオオカミってバタンも全然あると思っている、うん、じゃなかったら俺は5・6見てるから19しかないんだけども、えー、とりあえず6と7ならもう一度言うけどやっぱり俺は7のが新芽が高いと思っている6が7行きたいは意味不明だ今日は絶対2番に行きたいと思う今日は2投票はい負けました じゃないべはいもうきついだしだってもうきついもん <laughs> 負けました二番のプレイヤーが選ばれました 今日の彼女アプリ大体積んでたしな。発言してください。8紙は意味不明だろう。夜が来ました。目を閉じてください。これは困りましたね。本当ごめんなさいね。しょうがないです。どうしますこれ。 どうしようか本当にどうしましょうとりあえず占い先を考えていただいて占っていただいていやもう5黒しか出すとこないと思うんですよね出すとしたら5九郎8出します、ね、いやんそれも信用落ちそうやな、まあ、出してもいいけどてか7帰ってこなかったら PP をハハはははは お前、こすいわ。朝が来ました。<laughs> 昨夜死んだのは。三番。 4番のプレイヤーは発言してください。5袋だ,だと言っておられますが、まあ、発言的にもご苦労はないでしょうと思いますけれども、どうなんでしょうね。分かんない9番占ったから、ね、9番が色が見えないなと思って占ってしまった。9番の普通の発言は普通に同意できることが多かったのにもかかわらず、色が見えないという理由で占ってしまって9番が白でした。でも8番さんとかに、え えみんなしあえ白だったら、2番が村だったってことですね。お腹狂強じん。んやってる <noise> とりあえず村、まあ、白だったということですね。で、うーんと、ん<ー>そうですね。8番がでもね、臭いと思ったんだよねと思ったのは、7を、ね、死んではみますまあ、2週目の発言は、かる昨日の最後の発言は7死んでみたら、<ー>6は7言ってます。<laughs> なんかローラーしてほしいっていうのも<え>強人っぽく見えたし、でも1週目、一回1週目なんだっけの時から、まあなんか7のがシって言ってるのが私には分からん。でも設置点がちょっと分からんかったっていうので、まあ2番もあるかもしれんって、まあ結局2番つっ,ってるから、まあどっちにしろいいんだけど、5番に対して2番もあるかもしれんっていうのもなんか臭く感じてしまった。うんと。まあ今日1番。 えっと、今日はどうなりますかね ?6 と7だな。6の方が偽っぽくは、そういう意味では思ってしまううんかな。けど、まあ、1番いったら確実なんで、まあ、私は今日は1番に入れますね。え,え ?5 番のプレイヤーは,は発言してください。さいうん、えー、僕は1番に入れるんだけども、4番、マジでさ、九占いはないでしょ。どう考えても8でしょ、そこ。うん。 まず、1番さんの2戦目を言ってくね。1番さん、昨日俺を叩いてで、8番さん最後に付け足して58怪しいっつったよね。で、えー、9番は一番白いっつって2番には触れなかった。で8番が最後に、えー、5番なんで2番に触れないのって言ってたけど1番は2番に触れてなくて最後に露骨に8番を付け足したんだよね。<laughs> マジで露骨に8番を付け足しただから1番が新目に見られてないあの場面で<え>あの露骨さもう18ラインにしか僕は見えなかった。うん、うんで、えー、俺目線もう4真確定してるから9白。<え>でおそらく6七の精査して6番が、えー、昨日のセリフでローラーとかうんぬんかんぬん言ってたから6は偽7真。う で、えー、現状見てる。えー、今日は1番投票しかするつもりない。えー、4番目線も、うん、えー、ワンチャン進路進路あるけど、18で見るのが普通ね。うん。まあ1、18でしょ、これ。<え>で、えー、9が、えー、ローラー、縄使わせたい狂人。7合身に見えるかな。現状。うん。そうしか見えないと思うけどね。

7狼あんじゃないのなって普通思うけどね。1が狂人だったらこんなことしないと思うんだけどね。無人なんじゃないの,よ思うの ?7 オオカミだって思うんだけどね。こうなると。<laughs> まあ4番、1番さんの占い先,先次第だけど、あれですね。1, 1か5で決めたいと思,思います。<laughs> はい、じゃあ狼さんどうぞ。7番のプレイヤーは <laughs> 発言してください、えー、すまねえすまねえ充電切れてさ結果見えなかったんだよこれ見方あんのかな <coughs>、うん、申し訳ねえ申し訳ねえ上にえっ、ー、と強人っぽい発言しますがご了承ください6から行ってほしいです僕え理由言いますねワンチャンの5 6ロ6が怖いからうん5万ん機能に行くっていうのすごい白っぽかったんだけど5 6ロ6 4強だってすごいつじつまが合うんだよね、えー、っていうのがねちょっと怖いんだよごめん二の色見えてないっていうのもあってさ えー、<え>8番さん僕昨日そんな黒くなかったんだけど何週目まあ僕白いって言って寄られてるからっていうのもあるんかなうんどう4番さん5番さん飲める僕芯で決め打ってるんでしょ六6強でちょっと言ってくれないですか6白出たらもう僕45バチバチ芯で決め打つんで、うん、59白で決め打って18つ切るんで絶対にねなんでちょっと今日6飲んでほしいですダメかな うん、もう9番さん目線も飲めるはずだよね。<laughs> 9番さん目線っていうのが、えー、5の相方、1、6か7でしょ。でなると、6の方が黒いのは、多分一1番さんも分かってるだろうし、飲めるはず。で、8番さんも僕、信じで決め打ったんで、うん、昨日から飲めるはず。4、五も僕、決め打ってんだったら飲めるよね。<laughs> うん。って感じかな。うん。<laughs> いや、4番さんの9占いもちょっと下せないし、ちょっと怖いんだよ。4強人、5、6、ーが。マジでまあ、正直。マジで怖いんですよ。うん、だってみんなが隠し帳に置いてる9番さん占ってるんだよ。 ちょっとねごめん怖いから僕6位かしてくれない6白だったら決め打つからマジで5番さん9番さん決め打つからちょっと飲んでほしい、うん、以上8番のプレイヤーは発言してください <laughs> はい正直4番の今日の発言は若干興さいとは思っているんだけどやっぱり五俺12狼だと思ってるんだよねまあ5番がなんか勝手に 1八って言ってるけど2の色って結局俺7進だと思ってるし2で黒連れてると思うんだよで今日1番が5に黒を打つことによってだってそうじゃなかったら1五って逆囲いになるからね俺目線4進で見ていること4が9に白を出してるから1五の逆囲いしかないんだ2で落ちてないパターンっていうのはだから俺2で落ちてるから正直1で終わると思うんだよなそれしかないで7番の結局6番が偽で7番の霊能結果が見れなかったってことだからえー 確かに4番ふわふわして怖いけど俺5は白だと思ってるから正直1番に行くべきだと思っている1と4うん2で落ちてるんだったらそもそもだし1番行っていいと思うよ9番のプレイヤーは発言してください今日は1以外ないですねえー、っと7番の提案を飲めないですねえー、っと単純に7番が強靭で揃いて で、まずそもそも1をめちゃくちゃ偽で見ているから、あの1視点で6が狼だったら占い師をするい,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 いこれは結局村4票が絶対1に入ってるから、<ー>ここは1切った方がいい。か昨日の精査があったんだけど、それって別に7番にもいることだと思うしじゃ、例えば6が狼で占い師をした時に、えっ、ー、と、情報釣りで絶対6釣りになるし、例の確定していたら、黒結構落ちるし、えー、その論点七7番にも適用されると思うから、その 1, 1がその67の精査を 6、えー、がオカミだったらお視をするうんぬんですでけど、意味不明でしたね。<冠>その精査は、うん、不当だと思ってる。あと、昨日の8番で引っかかったのが、えーっと、6が7つりをするのは2戦目だと思うっていうんだけど、えー、じゃあ4が1つりをするのは良くて、6が7つりをするのがなんでダメなのかがよくわかんないかな。7も6つりをしているのが新っぽいだと思うんだけど、4が1つりをして7が6つりをするのは が勢ぽいってうのが無勢でした。<laughs> ま今日は 1, 1つ言います。1番のプレイヤーは発言してください。はい私すりは絶対飲みません。まず5番さんは1日の1周目、4番さんが占いで出てきた時点で、5番さんは3番の精査をしました。だって PP 番 3>, 3番の発言はちょっとおかしいと言いました。 で私目線、5番さんが3番さんを叩く理由は、5番さん目線、強靭しかありえませんよねって言った。それは間違ってないと。5番さんが3番さんを叩く理由は、5番さん、強靭しかない。そこに対しては5番さんはおかしいと言った。おかしくないです。全然おかしくない。7番さんの精査。7番さんは4番さんが狼だった場合の精査をしたんですよ。7番さんは4番が狼の時もありえると言った。それをちゃんと覚え。 聞いてて、くださいい聞てて覚えててほしいんだけど本当に、7番は4が狼だった時の精査をしたんだよ。そこで7番のシーンが取れたと思うの<七>に、9番,が6番をしし、6番の精査が、えー、と6番が私が狼で、4番に白を打って、それを助け、6番が助けに来て、霊能で出てきたって言ったんだよ。 7番が6番の精査をして、もし6番が助けに来るのであれば、あの占いで出てきた方が絶対にいいっていう、私は考察をしました。何一つ間違っても、7番に関しては、えー、4番を狼オで置いた精査、5番に関しては3番さんを叩いたで、それに対して私は5番が3番さんを叩くのは、3番さんが強人しかありえませんよって感じた そこは視点破綻していない。そこを視点破綻し,たしてると言って、私を黒塗りしてで、8番に対してその7番さんの狼四4番を狼と置いたところがおかしい。うん、それを7番を真で置いたところがおかしいと言って、58の発言がおかしいと言っている。何もおかしくない。今日は4番さんに入れてください。全然考察はしていません。絶対に4番強人です。4番に入れてください。お願いします。4番に入れてくれ。 一、うん、番のプレイヤーが選ばれましたさあこっからやな一番67プレイヤーは動かせるかどうか本当ありえないから五番は私の発言ですぞ 5番が3番を叩く理由で、そしたら5番さんが3番さんを強靭にするしか、5番さんが3番を叩く意味ないじゃん。なんで5番さんはそれに対して私の発言が視点破綻っていうの意味がわからないんだけれど、そうでしょ、5番さんが3番さんとくには、三番さん強靭にしかありえないでしょ、5番さんはそこで私を思いっきりくる塗りしたんだよ。そこは5番さんの圧倒的るめ、7番さんに関しても4番さんがオオカミもありえるかなっていう考察をしたんだよ。 それに対して8番は、えー、っと7番の方が真だと見ているって言ってるんだよそれに対しての精査はおかしくないと思うんだけど7番の方が絶対偽だよほんとに今日の発言からしても7番がおかしいと思うさあでももう負けだからねほんとありえないわ <laughs> 夜が来ました目を閉じてください 人狼は目を開けてください。人道は人をありえないとて俺もようや。決戦に上がったら。うん 朝が来ました昨夜死んだのは四4番これはきついよ5番のプレイヤーは発言してください はい、えー、死体蹴りしてすまんな、一番。えー、視点破綻全くしてないって言ってるけど、お前、俺、黒なんだろう。じゃあ、お前目線の投票っていうのは、4じゃなくて5なんだよ。そう。分かってる、言ってる意味。 はいえー、ということで、えー、4が真なので9は白、えー、1は圧倒的黒目なので6が偽6が黒だったら、えー、わざわざ白は打たないっていうのでもう8黒しかないっていうような感じかなうん,うん6が黒ならこれ白って打たないでしょう 俺、7芯で見てるから、7番さん9番さんに相談なんだけど、俺は今日8番に行こうと思ってる。視点破綻しまくってた1番さん1番さんに関して、やっぱり1日目の1週目、2に触れないで、8をわざわざ殴って、そこにつけ足したっていうので、1、8のラインは見える。昨日8番さんから、もう1番、やっぱ釣りてえって言ってたけど、俺はライン切りだと思ってる。 1>, うん、1番「シン」だったら2番にもっと触れるべきだったしねうんうん例の、うん、に黒はないと思うんだけどね俺は、えー、6にせ、ね、7シン8黒だと思うけど今日僕は8番に入れようと思ってる4のシンは確定ね うん9番さんの意見も聞きたいな。六番。<え>絶対6に行くべきなんだけど。え、でもこれあれでしょ、5番が漂白かなんじゃない ?1 時 <laughs> 出てるからね、4番さん強人でしょ。57なんじゃない私は7行きたいかな、5も5でも7でもどっちでもいいんだけど だなど,、えー、どっちかな一番さんが8期待ってどういうことなんだえ ?7、7七黒でしょもう確定に。おばあさんがよくわかんない。え8、57の残っちゃうから私は進められないですね。7か5、7行ってください。うん、<laughs> 7番。 のプレイヤーは発言してください6番さん大丈夫え ?6 番さん目線っていう漂白紙って言葉出たんで言っとこうか。うん、1>, えーと1がシン、4が今日でしょ。<laughs> で、えー、と4を噛むことによって4の白先をすごく白くしたかった。4の白先9番さんだけど大丈夫。うんうん、<laughs> なんで5は怪しいんでるの6番さん大丈夫。怪しいとこ違うよ。<laughs> 1を死んで黒出したから5が黒。で、57。 4も意味は57664強 4, 4神。負け筋作るかな ?6 番さん。ってところかな ?8 のさんねえ。ただね、5番さんに関しては今週ちょっとね、怪しかった。だって5番さん目線って8しかないんじゃないの ?12 世でしょ ?4 真でしょ ?4 って9に白出してるんでしょ、うん で、あと8しかないんだから、えー、1番さんが、えー、と8とのライン切りだったと思うんだけどなぁっていうふうに悩んでるのが、ちょっとね、うん、<laughs> ちょっとね、8しかないまで言ってよかったんじゃないの ?4 進で決め打って9白まで言って、6七に関しては1周目からずっと強靭を置いてるんだから、そこ気になったなぁ、ちょっと5番さんに関してはね。 逆に、まあ、9番さんはもう白角で置いてるんで、うん、まあ9番さんが、えー、黒のパターンっていうのは6王神カミ、4えっ、ー、と1黒だからないか。9番さんは白か、うん、ごめん。ちょっと僕も視点破綻断しました。じゃどこかなどうしようかなえみんな目線さ、6位ってさ、もう一日考えのなし。僕ずっと興味、ね、僕は正直そうしたいけど。ごめん、僕八あんま黒って、5の方がちょっと強黒かったな。1五黒角とか追っちゃうかも。ごめん。8番。 のプレイヤーは発言してください うん、正直に言うと俺は1号黒だと思ってる1番って4番に行けって言っていたしまず1番に関しては4番っておかしい絶対5を押すべきその通りだ5番が言った通りなのに4って言ったんだよ絶対狂人ですって言ってで5番のおかしかったところは2番の色が見えているところ7番を死んで見てますって言ってたけど俺は初日からずっと7を死んで見ていたで7番が霊能結果は貼れなかったんだよ俺割と5は白く見たのそれまでだから2番の色が分かんないのに5番は18 だろっっっててて言ったた番で落ちてる可能性を一切考慮していなかった俺はこれはすげえ違和感だなと思ったでじゃあ最悪5白の可能性あるんだったら今日絶対6行くべきだろ7番の、えー、僕は7番をずっと死んだと思ってるしていうか7番1番が黒だった1番は黒しかありえねえんだよ4噛まれてるからだから6の偽は絶対確定してるから今日は6行くべきだ、えー、ただいちご狼だと思ってるよ今日は6行きたい9番 のプレイヤーは発言してくださいまあとりあえず6の偽は透けましたけどうーん589かも <laughs> 5番が霊の狼なカミ5視点、まあ、ほぼ8になると思うけどまあ霊のオオの可能性も考えてのことだと思ってるから、まあ、そこまでって感じか六6を釣って明日58精査 でいいかなうん。でしょと思ってます。うん、17狼で強人いるパターンってどうやまあ ?8 に関しては、昨日行ったところが引っかかっているっていうぐらい。5番は特にって感じです、ね。先ほど行って、明日5月です。投票を始めてください。いね、で9かもしれない。9九もしかね <laughs> 9残した方がご苦労見せれるけど発言順もあるし6番のプレイヤーが選ばれましたうわ9いや9残すかでもな6番のプレイヤーは発言してください そうですねおばあさん7番さんおかびじゃなかったなんてことはそうですねなんだろうな7番さんおかびじゃないのええー、どういうことなの <laughs> 岩場さんでしょうかなんでお前が出た <laughs> もうこれくらいにしか。はい。夜が来ました目を閉じてください人狼は目を開けてください かむのね急髪み骨だけどさ急噛んだ方がいいと思うな発言順取りたい正直噛みなしはきついかなー いや俺結構発言順々しちゃうかな9残されてる意味理論はな9結構8黒だと思ってると思うよちなみに紙なしでも5から始まる可能性圧倒的に高い朝が来ました 昨夜死んだのは9番5番のプレイヤーは発言してください。発言してください、えー。1番さんぐらい視点破綻してる腕前のない人が1日目の2周目から逆。 僕に黒塗りはしてこないよまず最初に言っとくねオオカミっていうのはまず新芽がない時に2番目にオオカミを持ってきて黒塗りしたがるで1番が何をしたのかっていうとまず僕に黒塗りをして次に8番をそこに加えたんだよオオカミっていうのは一番黒いところっていうのを黒出ししたがる可能性があるんでまずそこを黒塗りしたがるで1が黒 まず1が黒塗りしたのは僕です。で、1番が2番目に黒塗りしたのが8番。で、2番には触れてなくて9番白いって言った。うん、で、えーまあ、8番さんはよく喋る方なので、もう聞いてもらったら分かるけども、普通にこの位置づりはライン切りです。で、1が4に入れて5に触れなかった。うん、だってこれ、狼会話で多分8番が1に。 言っったんでししょ5黒出ててくれって俺は言ってねえな。いや、そんなこと言ってないんですけど。って思っちゃうけど。で、昨日ワンチャン、まあ、8黒しかないんだけどさ、ワンチャン6黒の可能性が若干あるから、触れさせてもらった。うん。けど、俺、1日目から言ってるけどね、18黒じゃねえのって。うん。 あと、俺狼で、1日目からそんなラインシくん18狼ですっていうふうに。うん、8黒です。うん。7番のプレイヤーは発言してください。さいも,もう、意地悪意地悪。僕ね、もうどうでもいい話するね。僕ね、3人盤面で今ね、6連敗ぐらいしてるんですよ。<laughs> 自分が白の時ね。2択ね、6連続で外してるんですよ。 2の11条ね、ゴッと確率目指してるんですけど、今日はね、当てたいと思ってます。えっとね、ごめん、えっとね、正直に言うね、1回目投票放棄するけど、結構5番さんに傾いてます。えー、理由言いますねえ、5番さんっていうのは、まず2番さんの色見えてた系の発言ね、でなおかつ1番さんって、すっごい新芽がない中、うん、みんなが白い、白いって言ってる、5番さんに黒打ったんだよね。 そこって、えっと、8と5、どっちが狼だった時にメリットがあるっていうと、5番さんなんだよ、うんうん。8番さんと1番さんだった時に5にしろって言っ1の新名、なおかつ下がるところだし、みんな結構1、8で追ってたでしょ。うん。なんで、結構ね、<coughs> ちょっとねって感じ。うん。まあ、8番さんに関してはね、突っ込みどころがないっていうのが現状なんだよな。ごめん、5番さん8番さんさ、決選投票でさ、すっげえ叩き合ってくんな、ね、い 八番さん連チャンなったらきついかもだけど5番さん8の黒要素を上げて1の黒のラインじゃなくて8の黒要素を上げてほしい。以上。八番のプレイヤーは はいどんだけでも話す決戦投票にしてほしい7に言っておく勝ちたいなら絶対5に入れろで、えー、1番に関して僕は1番おかしいと思ってたそもそも4白が納得できない4が占いに出て6七がノの C をしているで6番がいかにも偽臭い感じから7番の精査の方がしっくりきて僕はずっと真に見ていただったら、えー、7番の提案した日例えば 18狼であるならば7番が6番に行ってくれって提案した日があった僕はそこに乗っかって PP に持ち込んだ方がいいんじゃないか1番っていうのは5番の言うとおり俺も実力ないと思うよ5番が1番に5クロ出せって僕は指示したと思っているで 1>, 1番っていうのは4番釣りを持ってったんだよ。逆囲いに慣れてないから。だから5釣り、5番に絶対投票を持ってかなきゃいけないところを4番って言ったんだと思うよ。だから俺は5番が1番に5苦労を出せって言ったと思ってる5番が狼だ。投票を始めてください。違う私じゃありません何かの間違いです 5番のプレイヤーは発言してください完全に沼ってますね7番さんまず9番さん噛まれたこと考えてください、えー、まず8番さんの発言が最後になりますで9番さんは8投票に傾いてるって言っていたで9番が噛まれているっていうことをまず考えてください、えー、1、8が狼だった、えー、8っていうのは最初5白いって言ってて で、えーまあ、1級ラインしかないんじゃないかなっていうふうに言っていた。で、8番は確かに、えー、黒いところはなかったよ。最後の発言だったしね、ずっと最後で。で、えー、俺がオオカミだったとして、1号オオカミだったってことでしょう。2で接続切れ起こってる時点で、じゃあ、密漁するのあの時点で、1の新芽が絶対ない時点で。で、1っていうのは、最終釣り位置、えー、4がいる時に、あの、 5に黒を出した時に4って言ったよ。で、あの盤面っていうのは確実に1か5なんだよね。で、確実に、えー、9番さんが言っていた、もうこれ確実に1でしょうっていう発言から、うん、1>, 1投票になるのはほぼ確実。1投票になるのに確実なのに、そこのラインわざわざ逆囲いあって見せんの。あー、マジで沼ってんな、7番さん。 うん、正直8番さんの言ってることはまあ全部普通だよ普通の星座してるし黒いところはないけどもう1番から見たらもう完全に8番なんだけどねうん1番から見たら8番ああまあしゃあねえか8番 のプレイヤーは 発言言してください、はいいは何回でも言います7番勝ちたいなら5番に入れてくれ1番から見たら確実に8番って発言があったけど逆濃い囲いがなければなって思ってるだから5がやっぱり1に逆囲いで苦労を出せって僕は言ったんだと思うよまず2番に関して2番の色って全然わかんないよな2番がそもそも接続切れになった時っていうのは1番の発言のかなり終盤であったことだから普通に12オオカミを僕はずっと追っていたし実際7番の霊能結果が見ていな なかった7番の例の結果が分かんないのに5番は2が白っていうのが透けていたというところがおかしいで、えー、5番に関して、えー、そうだよ1番が1か5が釣りの日なんだよ絶対絶対1か5だった投票はなのに1はじゃあなんで4って言ったんだよ5を外すのかそもそもおかしくないか18狼だったらそのまま5って言えばいいのに4って言ったんだよ1に関してはこれは明らかに4を釣って67に強靭、えー、がいるからそこで PP を持っていこうとした動きにしか見えない とというとこですだから5番が狼で4番1番から4番釣りの発言が出たのは5が狼だからく暗いかなあと6番7番の関して、えー、正直、えー、まあまあさっきも言ったんだけど18が狼だったらな、えー、1釣りになるって今5番が言っていた違う7番は今日6に行ってくれないかって言っていた。 もし1、8がオオカミなら5は白目に見られていたことから俺はそれに乗っかった方が良くないかだって6が死んで7が狂人だったら PP ができるわけだそこに乗っからない理由がないなぜなら僕は4が死んで4も確かに発言おかしかった狂人かなって一瞬思うとこはあったが、えー、1番の方が圧倒的に偽だと思ったからだやっぱり4白っていうこのレギュレーションにおいて占いに狂人が出るよりもオオカミが出るものが最もだから1が偽だと思っていただからあそこは俺は霊能に行くんではなく1番に行くべきだと思った。 いちごが黒だ5に投票してくれ5番がオオカミですし投票を始めてください <laughs> くっふーおつですってよ7番ごめんなもし俺がかったらおめえまた負けるよ5番のプレイヤーが選ばれました ゲームー人狼の勝ちです。<laughs> 沼ってないよー。しー。いやー二の色見すぎたんがよくねえよ。ゴに関しては。

非常に楽しい人狼をさせていただきましてありがとうございます。今日やったね、あの、昼間にやった、あの、二股するゲームみたいなまたやってたんだけど、面白かったんでそちらもね、興味ある方見ていただけたらと思います。ということで、終わっちゃいやんっていうゲームもあるんですけども、俺もご飯食べてお風呂入りたいと思うんで、ここで失礼させていただきます。Twitter やらオープンレックのフォローお待ちしております。またお会いしましょう。わはーい。お、いい感じに買ってんじゃねえか。またな。